俺たちのジャパンへようこそ。皆さんはデンソーという企業をご存知でしょうか。デンソーは日本の自動車部品メーカーなのですが、その中には中長期的な要素技術の開発を担う先端技術研究所があるそうです。今回のエピソードではデンソーが先端技術研究所がレアアースが不要になる開発を進めており、5年から10年以内に実用化するという方針を打ち出したことが取り上げられています。これまで中国に依存していたレアアースが不要になったら、どうぞぜひ最後までご覧ください。私は長野県の片田舎に住んでいる老いぼれだ。ずいぶんと長い間生きてきたから、体のあちこちにガタが来ているよ。寒くなるとあちこちの関節が痛み出すんだ。まあこれは自然の成り行きだから仕方のないことだな。最近はサボることを覚えちまって、毎朝日課にしていた散歩もずいぶんとご無沙汰だ。飼っている老犬五郎が散歩に行くのを嫌がるようになったんだ。だからそれをいいことに私もサボっている。こんなことじゃダメだな。どんどん老化が進んでしまうよ。だけど頭の方は今だってシャキッとしているんだ。新聞は隅々までしっかりと読んでいるし、パソコンだって自由自在に操れる。一日中インターネットの世界を飛び回っているよ。今は便利な時代だ。体が動かなくても頭がしっかりと働いてくれれば、世界中の知識を身につけることができる。今の楽しみは新しい知識を身につけることだ。いくつになっても学ぶというのは大切なことだよ。だけど世の中いいニュースばかりではない。悪いニュースを目にして心が痛むこともある。戦争に犯罪、国と国との亀裂、貿易摩擦、こういう問題には大抵金が絡んでいるものだ。金が絡むとみんな自分勝手になっていく。金がなければお互い余ったものを譲り合ってうまくやっていけた。この辺りの人たちはみんなそうだ。自分の畑で採れた野菜を近所で分け合って暮らしている。だけど一歩この集落を離れればそうはいかない。何を手にするにも金が必要だ。金さえあれば大抵のことは解決する。多くの人間はそういう考えを持って生きている。それで金に目がくらんで大切なことを忘れちまうんだ。昔は金も物もなかった。何もないから必要なものは自分で作るしかなかった。金があれば買ってくればいいが、金がないなら代わりに何かを作る。そういう発想力が湧いてくる創作ってやつだよ。これが本当は大切なことなんだ。考えるというのは尊いことだよ。だけど何も考えずに金で解決できないものかと人は奔走するんだ。少し考えれば金を使わずに済むのに、考えることをサボっちまう。愚かだね、人間という生き物は。国と国との関係だって同じだ。天然資源の豊富な国は自分の国で取れた資源を資源が取れない他国へ高い値段で売りつける。努力をしたわけではない。ただ運よく資源が取れた。それだけなのに偉そうな態度をとって上から見下ろす。それで少し関係が悪くなると輸出していた資源を停止して相手の国を困らせる。困った国の選択肢は言いなりになるか、
欲しい資源を奪い取るために戦うか、どちらかだ。日本の国土は狭い。だから採掘できる天然資源が少ない。立場の弱い国だよ。あまり思い出したくはないが、日本が太平洋戦争へ踏み出すきっかけになったのは、日本への石油輸出が禁止されたからだ。石油がなくては生活できない。だけど、石油を手にするために妥協することもできない。日本は言いなりになるのではなく、奪いに行くという選択をした。もしも日本に豊富な天然資源があったら、戦争は起こらなかったかもしれないな。本当に不幸な歴史だ。もう二度と繰り返してはいけないね。戦争は終わった。日本は何もない焼け野原から立ち上がって、見事な復興を遂げた。日本には黙って金を生み出してくれる資源がないから、新しい技術を生み出して世界と戦ってきたし、今も戦っている。金がなければ代わりに何かを作る。日本はそうやって成長してきたんだ。だけど日本が天然資源の乏しい国だという状況に変わりはない。だから資源に頼らずに進む道を常に探さなくてはならない。金さえ払えばなんとかなる、そんな考えを持っていたら、この国は破滅してしまうだろうな。そういえばこんなニュースがあったな。日本の企業デンソーがレアアースが不要になるモーター用磁石を開発中。私は興味を持って詳しく調べてみたよ。新聞だけじゃ大した情報を得られないから、インターネットの世界を飛び回った。それでいろいろと分かってきたことがある。再三話してきたが、日本は天然資源の乏しい国だ。当然そこにはレアアースも含まれる。レアアースというものは産出量が極端に少なく、抽出が難しい希少金属の一種だ。モーター用の磁石に使われるネオジムやジスプロシウムなどがそれに該当する。わずか少量を添加するだけで耐熱性や強度を高めるといった製品の性能を向上させる効果があるそうだ。だから産業のビタミンなんて呼び方をされることもあるらしい。だから使用用途は自動車から家電、発電設備など多岐にわたる。日本の生産技術は優れている。高品質の製品を作るのに長けているから、そのためにレアアースは欠かせない資源となる。でも残念ながら日本では取れない。自国で取れないとなると他国へ頼らざるを得ない。レアアースの生産量は圧倒的に中国が多いらしい。全世界の8割近くが中国で生産されているなんてデータもあるそうだ。だからレアアースが取れない国は中国に依存しなければならない。日本もその例外ではない。国内で使用されるレアアースの約6割を中国から輸入しているそうだ。金を払って中国からレアアースを買う、仕方がないことのように思える。だけど中国という国を信用しすぎるのは危険だ。中国は何か不都合なことが起こると圧力をかけてくる。何をしでかすかわからない困った国なんだ。あれは2010年のことだったかな。尖閣諸島中国漁船衝突事件のことだ。尖閣諸島付近の海域をパトロールしていた日本の巡視艦水木が中国籍の不審船を発見して、日本領海から退去するよう命じたんだ。ところが中国漁船はそれを無視した。
無視して違法操業を続行し逃走しようとしたらしい。逃走時には巡視船与那国と水木に衝突して2隻を破損させたそうだ。結局日本の海上保安庁は漁船の船長を公務執行妨害で逮捕した。だけど事件はこれで終わらなかった。中国政府は尖閣諸島は中国固有の領土だという主張を盾にして日本側の司法措置に強硬に抗議したんだ。中国の要求は船長と船員の即時釈放だった。でたらめな主張をして他国の領海に侵入し違法操業を行った上に巡視船を破損させるなんてむちゃくちゃな行いだよ。それなのに事件を正当化して抗議してくるなんて言語道断だ。その上中国は日本に対するレアアース輸出制限というカードを切ったんだ。これは明らかな脅しだね。さらに中国は謝罪と賠償を日本に求めてきた。この事件に関しては時間が解決してくれた。だけどこれからもこういったことは起こりうる。日本は中国への依存を断ち切らなければならない。この事件を教訓にそう思った人も多いはずだ。そんなモヤモヤした状況が続く中でレアアースが不要になるモーター用磁石を開発しているというニュースを聞いたもんだから心がパッと明るくなったよ。デンソーが製品化を目指して開発しているのは鉄とニッケルを原料としたモーター用の磁石らしい。その名は鉄ニッケル超光子磁石。どうやら5年から10年以内の実用化をめどにしているそうだ。これが実現すればレアアースを使わずに済むから資源調達に関連したリスクや環境負荷を低減できる。デンソーが目指しているところは電動自動車の駆動用モーターだそうだが小型のモーターから成果を先出しすることも検討しているらしい。鉄やニッケルはレアアースであるネオジムと比べたらありふれた材料だ。おまけに安い。だから製造プロセスを確立することができれば低コスト化を図ることができる。鉄ニッケル超光子は自然界では10億年以上かけて形成されるものらしい。だから自然と同じように熱加工して製造するのは困難なのだそうだ。本来鉄とニッケルの合金は磁石としての特性を持たないと言われている。それを鉄とニッケルの配列を原子レベルで規則化する超光子構造によって耐熱性や耐環境性に優れた磁石に変えることができるらしい。デンソーは窒化脱窒素法というものを開発した。これによって短時間で鉄ニッケル超光子を合成することに成功した。自然界で10億年以上かかるものを300時間に短縮したなんて情報も目にしたが、これが真実なら本当に驚きだよ。デンソーは鉄ニッケル超光子の磁石としてのポテンシャルを引き出すこと、それに工業プロセスを確立させること、さらには材料特性を生かした磁石とアプリケーションの開発を今後の目標に掲げているらしい。これが実現されれば中国からのレアアース調達リスクは軽減される。それに現状使用されているネオジムよりも性能が良いとなれば、今までレアメタルに関して中国へ向いていた海外の視線が日本へと移るかもしれない。いや、間違いなく日本が注目されるはずだ。
日本がレアアースに代わる素材を実用化。きっと世界が驚愕することだろう。日本は資源が少ない国だ。これは事実として受け入れざるを得ない。だから海外に依存しなければならなかった。だけど国内で研究して代わりとなる新しいものを生み出す、これこそが私が求めていた創作だよ。金で解決するのではなく、創作によって新しい道筋を作る。資源がない代わりに日本には優秀な技術者がいる。だからそれができるんだ。デンソーは5から10年以内をめどにしていると言っていたな。その時まで生きていられるように私も頑張るよ。中国にいつまでも頼っていたらどんな目に遭わされるかわからないから、これはとてもいいニュースだね。自然界で10億年以上かかることを研究によって実現してしまうなんてすごいことね。どういう理屈でそうなるのかはわからないけど、すごいことだっていうのはわかるわ。早く実用化されるといいね。レアアースが不要になったら中国は何を思うのかな。意地悪しないでどんどん供給しておけばよかったって悔やんだりして。先の見えない研究を続けていくって大変なことだよね。日本が誇る優秀な研究者に拍手を送りたいな。今回語られていたレアアースですが、実は日本にも埋蔵されているレアアースがあると言われています。国土は狭い日本ですが、海域面積では世界第6位と言われている海洋国家です。その近海にはレアアース1600万トンが眠っているそうなのです。政府は自立型の無人潜水機を使って水深6000メートルの深海底を調査できる技術の開発に着手すると言っています。これまで輸入に頼ってきたレアアース、その国産化は果たして可能なのでしょうか。レアアースに代わる鉄ニッケル超光子磁石の開発、そして国産レアアースの発掘、日本が誇る高い技術に注目していきたいと思います。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。